なんかぽっちゃりの人の方が可愛い、いいですね。見た目がガリガリの方が私は好みかな。いろんなキャラクターも細い子が多いので、やっぱ日本のアニメの影響もあるかなとは思います。Hey guys and girls on Ask Japanese! Chubby versus very skinny! This time we're gonna go and ask Japanese people what they are more into on what they think is popular with the other gender. So that's gonna be an interesting one. Let's find out. Don't forget beforehand, hit the subscription button if you haven't already. Also give the notification bell a ring and also give us a big like. So let's go and find more about chubby versus skinny culture here in Japan and Ask Japanese. ちょっとぽっちゃりかガリ痩せ、どっちの方が可愛いと思いますか？ちょっとぽっちゃりの方が絶対可愛いと思います。なんででしょう？いや、男の人は柔らかみがあるのが好きってよく聞くから、ギュッとかしたらこう男の人細い人多いから、こう自分に合わないこうなんか心地よさがあるんじゃないかなって思うんで。どうでしょう、どっちの方が可愛いと思いますか？痩せてる方です。なんだろう、やっぱり可愛いって言ったらモデルさんとかアイドルのイメージなんで、なんか見た目も一緒にいて恥ずかしくないんじゃないかな。何が恥ずかしいんですか？一緒にいて映えるかなみたいな。あー、痩せる方が映える。そうですね。自分にとって自分はどう なってもいいんですか？痩せてる方です。痩せたいです。え、なんでですか？もう結構痩せてると思うんですけど。いやいや、なんか筋肉質なんでスラッとしてるモデルさんに憧れがあるので。筋肉持ってっちゃダメってことですか？いや、筋肉もあっていいと思うんですけど、限度も必要かなって。見た感じ女性らしいのはスラッとしてる痩せてるのかな。でも加工するってなったらみんな絶対 細く加工するので、太く したいっていう人いないと思うんですよね。男の人の方が細かったりしたら自分でかいなって思っちゃうかも知れないですね。そこは気にしちゃう感じ。写真撮ってもやっぱ自分大きいみたいに思っちゃったりしたら、なんかまあ見せたいって思うと思うんですけど、でもまあそれはそれで可愛いかなっていう風に私は思う派なんで、そんな気にしなくてもいいなって思います。あ、もうちょっと自分らしくでいいんじゃないって感じ。そうですね。にゃー、チャピーってこと聞いたことありますか？ないです。ぽっちゃりって意味ですね。ガリ痩せかぽっちゃり、どっちの方が可愛いって思いますか？ぽっちゃりかな。なんででしょう？なんか細すぎるとやっぱ心配になるじゃないですか。それよりご飯とかいっぱい美味しそうに食べてる人とやっぱ一緒にいたりご飯食べに行ったりする方がこっちも楽しいし、もっと美味しく感じるから、なんかぽっちゃりの人の方が可愛い、いいですね。じゃあ男性のぽっちゃりかガリ痩せ、どっち派ですか？ガリも嫌だし、ぽっちゃでもまあどっちかといったらぽっちゃりが男性もやっぱいいかなと思います。なんだ、包容力包み込む。あんま意味もちょっとなんか微妙なんですけど、なんかでも頼れそう、あ折れなさそうって感じ。あ、あんまりガリすぎちゃうと折れそうのが怖い。もし彼氏はあの例えばちょっとぽっちゃりしたら彼氏にしますか、それともしませんか？でも好きになったら全然いけます。好きになったら体型はそんなに気にしないかな。今は女性みんな聞いてるんですけど、日本男性はガリ痩せかぽっちゃりどっち選ぶと思いますか？ぽっちゃり。女の人たちからしたら痩せてる方がいいみたいなイメージが強いけど、なんか男は割とぽっちゃりの人がいいようなっていうのなんか聞いたことがあります。でもモデルさんとか結構痩せてる人が多いからガリ痩せかな。実際日本のリアルで生活してきて、自分はガリ痩せか自分はぽっちゃりか、どっちの方は苦労すると思いますか？ガリ痩せじゃないですか。なんか自分が今なんかダイエットしたいなと思ってるんですけど、食欲に負けちゃうので。ちょっと理想なんですか、ガリ痩せ？理想ですね。ぽっちゃりは可愛いと思ってるんですけど、自分はガリ痩せに近づきたいんですか？好きな服とかがそのちょっとぽっちゃりよりいっぱい着るのが好きなので、痩せてる方がいいかなって思ってです。自分も痩せてる方がいいかな、自分は。じゃあ周りの人はぽっちゃりでいいんだけど、自分には厳しい。はい。お疲れ様です。ぽっちゃり、男性から見たらぽっちゃりのが可愛いです。
それよく聞きます。なんでですか？お肉がないとなんか心配になっちゃう。逆に大丈夫って、うんうんうん、してまだちょっとお肉があった方が、あ、元気なんだなって、うん、健康的に。健康、そうそう。ガリガリの程度にもよるかな。ぶつかったら折れちゃいそうなぐらいガリガリはちょっと引いちゃうかと言って、極端に太ってると嫌だ。でも逆に男の人が太ってるのはいい、うん、男の人でガリガリは頼りない気がする。どういったところが頼りない？なんかなよなよしてそう、めめしそう、守ってくれなさそう、すぐ逃げそう。結構女性が自分には厳しいけど相手にはぽっちゃりでもいいよって言ってたんですけど、それに対してどう思いますか？女目線から言うと分かってしまうかもしれん。でも多分自分に自信がないから自分には厳しいんじゃない？極端に顔が可愛くてとかだったら多分気にしないけど、顔にも自信がない、体型にも自信がない、性格にも自信がないってなったら多分厳しくなる自分に。個人的にはぽっちゃりの方が可愛いと思います。ガリ野生の方が可愛い。ぽっちゃりの何選んだ理由は？ふわふわしてる感じとかが可愛い。そんなガリガリじゃなくてもいいかなって思います。ぽっちゃりっていうか、ちょっとふくやかな感じの方が女の子らしくて可愛いかなって思います。でもガリガリ選んだ理由は？どんな服でも綺麗に見えたり、見た目がガリガリの方が私は好みかな。好きな芸能人とかもやっぱり細いからガリガリの方が可愛く見える。ぽっちゃりで苦しそうなところとガリ痩せの苦しそうなところを両方教えてください。着れる服が限られちゃうのがかわいそうというか難しそう。ウエストとかあの幅とかがもし太すぎると限られ、サイズがもうないってなって着たい服が着れなくなっちゃうかもしれない。日本でたまにワンサイズが多いんですもんね。あ、そうですね。怪我をしやすかったり、こけちゃった時にすぐ骨が折れちゃったり、あと骸骨見たいって言われちゃったりするところ。結構日本の女の子がダイエットしたがるんですか？クラスの友達は結構ダイエットしてる子多いです。なんかこれ食べたら太っちゃうとか言いながらみんな気にして食べてるイメージはあります。自分はどっち派になりたいですか？どっちか選べなくちゃいけない時には。それだったらガリ痩せになりたいです。なんでですか？なんか急に変わったんですけど。いやでも自分は太ってたくないけど、太ってるっていうかふくやかな女の子見ると、あ、可愛いなってなります。ガリガリより。でも自分はガリガリがいいです。なんでですか？やっぱお洋服たくさん着たいし、細いって言われたい、スタイルいいとか言われたいんで、自分は痩せてたいです。ガリ痩せやっぱり綺麗に見えるし、やっぱ太るのは簡単だけど痩せるのは難しいから、みんなが憧れてるガリ痩せの方になりたいです。いらっしゃいませ。可愛さで言ったら、まあ、ガリ痩せよりはぽっちゃりの方が、丸みがある方が可愛いなとは思います。で、男性の意見は？いや同じですね。一応健康体質的なもので。でも結構みんな痩せたがる日本で、その理由は？やっぱ日本人結構あまり大きすぎる人にまだ抵抗あるのかなっていうのは。痩せたがるというか見た目重視ですね。 あまり太りすぎると太り方によっては肌が悪くなったりするので、多分それで痩せたがるのかなと。あとはモデルさんとかがやっぱそれでみんな憧れちゃうのかなとは。いろんなキャラクターも細い子が多いので、やっぱ日本のアニメの影響もあるかなとは思います。今のアニメもなかなか細い子ばっかりなので、みんながそういうのを好きっていうイメージがどうしてもついちゃってる。自分的にはぽっちゃりの方が可愛いとは思うけど、みんなの受けはやっぱり細い子なのかなとは思いますね。ちょっと待ってね。ぽっちゃりかガリ痩せ、どっちが可愛いと思いますか？ガリ痩せ。ああ、ガリ痩せ、なんででしょう？でモデルさんとかなんかすごい細いじゃないですか。それ見てると可愛いなと思うので、ガリ痩せの方かなと思います。理想ですかね。でもそこまではなりたくないです。あ、自分はそこまでいかなくていい。そうですね。なんでなりたくないですか？病気になりそう。見てて骨折れそうだから嫌です。ガリ痩せまではちょっとなって思うんですけど、ぽっちゃりだったら体重減らしたいなと思ったらすぐ減らせるけど、ガリ痩せだと
まあ大変だと思うんでぽっちゃりかなと。痩せすぎ、それともちょっと太ったんじゃないとか、なんか言われたりとかしますかね、日本では。言わないけど、多分内心では思ってたり、口には出して言わない。多分痩せてたら友達とかはいいねとか言うと思うんですけど、多分男の人からしたらぽっちゃりとかの方が好むんじゃないかなと思います。あんまり痩せすぎてもっていう風に思う人が多いと思います。聞くんですけど、みんな痩せたがるのはなんで？自分のため思うと細くてスタイルいい方がいいけど、モテるんだったらちょっとぽっちゃりしててもいいかな。それで全ての質問でした。ありがとうございます。 Now, one thing I need to say straight away before we even continue this discussion is that what is seen as chubby in Japan is not necessarily the same as chubby in your country. Do not be fooled. So when many girls said, yeah, a little bit of chubby is fine, it is still very different from what is actually chubby in other countries. So as an example, when I was in Germany, I was kind of seen as normal weight. When I was in the UK, people told me I was skinny for the first time in my life. And when I came to Japan, for the first time in my life, people told me I'm fat. So depending on which culture you are from, your body type will be seen as something else. So in Japan, because the average Japanese person is very skinny, what's seen as chubby there might still be very, very skinny in your country. There are different body types, so that's like a different starting ground from the start. But generally curvy hips and such are also not a big thing here in Japan. Barely see those. So still there is a very big skinny culture in Japan, and I see quite a lot of girls suffer from that because many are constantly dieting or trying to lose weight or not eating what they want to eat. And it makes me kind of sad. I've seen a couple of models on Instagram also posting how they would love to eat something but they won't let themselves, and that is very, very sad. I think most important is that we are healthy. Don't listen to what other people are saying, because like I said before, cultural standards, they're completely different in every country. So, you know, sport and healthy eating is generally good for everyone, but hungering yourself or making yourself sick is not good. Also, surprisingly, many said that girls want to be more skinny than actually guys would like them to be. That's another thing that we should maybe think about. Well, on that note, what is your opinion? Chubby versus very skinny? Let us know in the comments down below. Also, if you have not subscribed yet, please subscribe. Also, don't forget, give the notification bell a little ring and give us a big like on the way out. I hope you enjoyed this. This was Kathy Cat. You're watching Ask Japanese, and I hope I catch you soon for another video from Tokyo.